玄武門玄武湖公園は中華人民共和国チャンス商南京市玄武区に位置する公園。中華民国の時代は五州公園と称され、中華人民共和国成立後に現在の玄武湖公園と改名された。玄武湖は南京城の北東に位置し、南京駅の目の前にある。水面積は378ヘクタール。 公園全体は502ヘクタールと広大で、南京市民の憩いの場となっている。湖には関州、桜州、岸州、領州、緑州の5つの島が浮かぶ。湖の外周は約10キロメートルで周辺には旧火山公園、白馬公園、京明寺、大城がある。南朝年間に湖より黒竜が現れたという伝説が残りそう。 聖の王朝や暮れの尊権が玄武湖で水軍の訓練を行った。陸朝以前は、マグサ両湖、昆明湖、五古島と呼ばれ古代中国では、帝王大臣たちの縁林であった。秋夜の頃は、宮廷の禁煙で、全国の古籍を脅する考察湖があった。中国歴代の有名な文人である角白、昭桃、李育、伊曹、土木、劉雄尺、李昭院、李白。 王与を治む、王安石、宗うゆセリラも玄武湖で死を読んだとされている。玄武湖の水源は東に位置する四金山を水源としており、その水は玄武湖から京明寺の付近より南京城内の新海側へ流れ込み、さらに長江へと流れ込む。南京駅近くのバス停、南京車丹で、雄一のバスに乗車し、玄武湖公園にて下車後、徒歩にて約5分。 ありがとうございます。